非球面レンズは平面でも球面でもない局面を屈折面に含むレンズである。遠筒面、トーリック面、対称非球面、非対称非球面等が使用される。球面レンズに比べて一つあるいはいくつかの収差を小さくすることができるような球面より理想的な局面を採用する。写真レンズでは主に大口径レンズにおける球面収差と 超広角レンズやズームレンズにおける Y 極周差の補正に大きな効果がある。また、写真レンズ以外にも様々な光学機器に採用されている。一般に、ほとんどの非球面レンズでその中心部では球面に近く周辺ほど球面から外れるわけであるから、その働きは周辺部ほど効果が大きく、複数のレンズからなる光学系では、 高速が広がる部分で効果が大きい。したがって、写真レンズにおける、非球面レンズの効果は、開放絞りに近い時ほど大きい。絞り込んだ場合には、球面レンズのみで製作されたレンズの方が性能が高くなる傾向にあるものの、最小絞りにしても目立って悪くなるようなことはなく、普通撮影に使用しても問題はない。メガネでは、 視界の歪みが少なく同じ度数でも薄く、設計できるが価格が上昇するため、球面レンズを標準とし、非球面レンズをオプションとする販売手法が多い。色収差を抑える球面のみで構成されたレンズでは、様々な収差が発生し、像がぼやけたり、像面が湾曲したりといった欠点となる。これを抑えるために、 例えば色収差を抑えるには、双方的な形状の分散が異なるレンズを組み合わせるが、そういった工夫がなされてきた。しかし、レンズ枚数の増加による重量化、高価格化などの問題もあり、球面レンズのみの組み合わせでは、収差補正に実用上の限界があった。キャノン EF85mmF1.2LUSM 大口径検索非球面レンズを使用した。 写真用レンズ飛球面を用いれば複数枚のレンズを組み合わせたのと同等以上の大きな補正効果が得られることは17世紀にはデカルト・コンスタンティン・ホイヘンスらの研究によって明らかとなっていたものの理論的に求められた曲線を正確に再現するための技術的、機械的な限界から大量生産は長らくなされなかった。一台ずつ生産される。 天体望遠鏡の分野では、非球面の補正板を採用し1931年に発明されたシュミット式望遠鏡など戦前からの実用化例があるが、設計者のベルンハルト・シュミットは非球面の研磨方法を生涯公表しなかったという。20世紀後半になって、加工技術が発展したことによりレンズ面の非球面加工が可能になり、 一般的なガラス素材による非球面レンズが生産可能となった。一般撮影用レンズの初の非球面レンズ採用は、エルンストライツのウォルターマンドラー設計で1966年フォートキナで発表され発売されたノクチルックス5 0ミリ回1.2とされる。当初は検索加工により製造されていて、この方法で製造されたものを検索式非球面レンズという。 当初はレンズ研磨職人の手作業、後には機械旋盤でも加工されるようになったものの、大量生産に向かず非常に高価なものであった。近年では、あらかじめ非球面形状に調整密旋盤で、加工した型で高温で軟化させたガラスを挟んで、製造されたモールドレンズや球面レンズ状に紫外線硬化樹脂などを重ねて複雑な、 複合レンズ様に成形した複合非球面レンズのような低コストの非球面レンズが製造可能となり、廉価なカメラレンズやメガネのレンズ、光ディスクのピックアップレンズなどに採用されるようになった。ガラスモールド非球面レンズは、詳材の熱膨張、収縮からあまり肉厚で、大口径のレンズは成形困難とされていたが、トキナーが1997年に放舎と、 共同開発した ATX20 から35メートル MF2.8 ではアタッチメントファイ 77mm もある大口径レンズの最善玉にガラスモールド非球面を採用しモールド非球面レンズの大口径化に貢献した。また、現在でも試作品などのための少量生産では型を使わず検索、研磨によって非球面とする創製法も用いられ、 研究が重ねられている。ありがとうございます。